芸能王との勝負を取っていくか。金まいちゃった。あ、ここだ。やっぱりそうか。来たね、ミスター・キリュウ。アホそうな俺にエリアをほとんど奪われた芸能王さんじゃないか。その呼び名をやめてくれと言ったろ。そしてこれ以上邪魔をするなとも言ったはずだ。言ったことは全部守らない。ミスター・キリュウはボケてでもいるのかい？それとも僕を舐めているのかい？さあな、どちらかというとお前を舐めているのかもしれねえな。そうかい。あ、屈強な。ならもういい。喧嘩は好きじゃないが、決着をつけようじゃないか。お前を倒して、ファイブビリオネアを終わらせる。そして、カムロ町を取り戻す。僕がなんで喧嘩が嫌いか知ってるかい？つまらないからだよ。相手が弱すぎて勝負にならないから。あ、めっちゃ強者のやつだ。脳ある鷹は爪を隠す。爪に裂かれて死ぬがいい、ミスター。いや、キリュウカズマ。よいしょ、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 よいしょ。ほら、よいしょ、よいしょ。痛い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 。離せー。相撲取りがいる。あー、くそ。ここには武器になれそうなものはない。一人一人やっていくしかない。よいしょ。こいつボクサースタイル。ちょっと待って、シンプルに強い芸能、やば。トライ。よいしょ。マジまずいまずいまずい。ちゃ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 。いいよ。ちゃ、強え、勝った。マジで強え。制圧。コンプリートドミネーション。負けたよ。これでようやく終わったな。いや、終わってはいないよ。え？俺たち5ビリオネはいわばコマ。本当の黒幕が他にいるんだ。なんだと？よくぞここまでたどり着きましたね、キリュウさん。お前は？あの人が。5ビリオネの裏で牛耳ってる人物。スーパービリオネア。金融王だ。金融王？いや、キリュウさん、はじめまして。と言っても、ずっとその勇姿は拝見していましたから、初めて会う気がしないな。はっはっは。お前の目的は何だ？何を今更。目的はただ一つ。金ですよ。すべては金のためです。カムロ町では世界でも有数の金を動かせる街。それなのに古臭い考えの連中のせいで、街の住人の暮らしなんてどうしようもないもののために、街の物件たちが守られていた。このマネーゲーム全盛期のご時世にですよ。バカバカしい。転がすだけで金になるんだ。転がさないともったいないでしょ。だから私が転がしてやったんです。ちょっと強引にやったせいで、住民連中の暮らしは脅かされたかもしれませんが。まあ仕方ないでしょう。世の中は弱肉強食。金のあるものがないものを食う。貧乏人は食われて当然です。自分勝手な考えだな。そうだぞ。さすが山の井のところにいる男。かつての彼と同じことを言うんですね。お前山の井と知り合いなのか？知り合いも何も、彼と私はかつて一緒に事務所を構えていた同志です。もっとも途中から考え方の違いで仲違いし別れてしまいましたがね。いやはや、お恥ずかしいか話ですが。私も若気の至りで、かつて山の井のような考え方をしていた時期があったんです。変わっちまったんか、金融を。プラス人々の幸せのために、町のため、そんな気持ちで一生懸命働いていました。ですが、そんな風に地味に裏で支えたところで、奴らはそれを当たり前だと思って感謝もしない。それどころか、奴らがつけてくるのは苦情ばかり。当然ながら、彼にもなりません。私はそんな日々に嫌気がさしましてね。こんなくだらないことはやめて、今金が儲かると噂のマネーゲームに手を出そうと山の井に主張したんです。幸い、我々には現場で培った知識も経験もある。ただ単に欲に目がくらんでしまって、集まっているアホな連中くらい簡単に出し抜くこともできる、と。だが山の井はそれを拒んだ。私はそんな古臭い山の井とたもとを分かち、マネーゲームの世界に足を踏み入れた。それから私はマネーゲームに勝ち残り、圧倒的なまでの金を稼ぐことに成功しました。稼いだ金をもとに金を貸したり、投資や融資を行うようになりました。いつしか私は金融王と呼ばれるまでになっていた。そして満ち足れた時にふと思い出したんです。そういえば、自分が過去にいたところで金儲けに最適の場所があると。それがカムロ町だったってことか。ええ、山の井のおかげもあり、この町はマネーゲームの被害を受けていない、いわば手つかずの状態で残っていた。
まあ、この町は東洋一の大歓楽街。ちょっとやそっとの金じゃこの町を動かすことは不可能です。ヤクザ連中もいるしね。実際私も金はあるが、一人でこの町を効率よく牛耳れるとは思えなかった。そこで集めたのがファイブビリオネアです。それなりに金もあり、この町に根付く大きな産業、娯楽、電脳、風俗、賭博、芸能、この5つの手に長けた連中を集め、それぞれ管理させる。そうすることで様々な要素とか混ざり合い、混沌としているこの特殊な街をシンプルに統治することができる。そう考えたわけです。ああ、賢いな。ちょっと金をちらつかせたら、5人ともホイホイ私の策に乗ってきましたよ。汚い仕事も率先して引き受けてくれた。そのおかげで私は非常に効率的にカムロ町を手中に収めることができていました。あなたが出てくるまでは、ね。私にとって誤算は2つあります。1つは完全に意気消沈して山の井がやる気を取り戻してきたこと。そしてもう1つは君のような優秀な男が彼についたことだ。おかげで私の5ビリオナ体制が早々に崩壊することになってしまいました。なのでこの策は放棄し、私は新たな策に打って出ることにします。新たな策。おい、あなたは5ビリオナを倒し多くの物件を1つにまとめた。ということはつまり、あなたから全てを奪えば私は簡単に全てを手に入れられるということは、三国志でやったことあるな、それ。あなたを、俺を殺して全てを奪う。それがあんたの策か。ならその策は失敗だぜ。俺はこんな奴らじゃ倒せん。どうでしょう。まあ、あなたが死ななかったとしても、私にはさらに奥の手がある。キリュウさん。君はもう切り捨てたんだ。キリュウと一緒に消えてくれ。そんな。正直、次第に実力をつけてきた君らをどこかで葬らなければならないとずっと思っていたんだ。そのきっかけを作ってくれたキリュウ君には、実は私、少し感謝しているくらいなんだ。いや、初めから俺たちは捨て駒のつもりで？当たり前だろ。今までありがとう。そしてさようなら、芸能音君。手伝うよ、ミスターキリュウ。このまま殺されたんじゃ、クールじゃないから。レッツパーティーナイ。芸能王より全然弱いな。ミスターキリュウには迷惑かけたからね。本当にすまなかった。こうも簡単に裏切られちまうとはね。忠実にしてきたつもりなんだけど。だが、切り捨てられたからには、俺はもう5ビリオネアじゃない。償いの意味も込めてミスターキリュウに協力するよ。目がやばいけど。あ、アドバイザーなんだ。そういえば、金融は奥の手があるとか言ってたね。もしかしたら。あ、大変です。事務所が大変なんです。フォアシアスタイルの封印が解除された。来たー、山野井。それがいなくなっちゃったんです。それも山野井さんが保管していた物件の契約書とか重要書類も全部なくなってるんです。誰かに盗まれたのか。それはありえません。あれはきちんと金庫で管理されてましたから、山野井さん以外は手出しできないはず。考えられるとしたら、山野井さんが持ち出したとしか。山野井が一体どうして。山野井なら金融王の元に向かったみたいだぜ。金融王の元に。ああ、俺の子分たちが見たって言うんだ。金融王のいる、通称ビリオネアルームに向かって行ったってな。大事そうにたくさんの書類を抱えてな。山野井さんどうして。あ、おい、やべえぞ、キリュウ。お前のトケラの物件が金融王の手下たちに次々に襲われてるみたいな。金融王を敵に回すとこういうことになります。権利書も奪われ、さらにトラブルまで起こされたら我々に対抗手段がない。キリュウさん、金融王の元へ向かってください。それしか方法はない。ああ、いた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 。ああ、行こう。相変わらず肩幅すごいな。一人で平気。あ、私も行こうか。大丈夫だ。お前は賭博王たちと一緒に物件を金融王の手下たちから守ってくれ。俺も山野井もいない隙を狙って何かしてくるかもしれないからな。分かったわ。金融王は血も涙もない男よ。金はあるけどね。くれぐれも気をつけて、戻ってきたら熱いキスをあげるわ。気持ちだけ受け取っておくぜ。やはり来ましたね、桐生一馬。やってることはヤクザみたいな。それは、あなたが必死に集めて、戦って集めた物件たちの権利書です。これがなければあなたの頑張りも全て水の泡。我が友、山の井に持ってきてもらったんですよ。それ相応のお金を積んだらあっさり OK してくれましたよ。カムロ町を取り戻す。物件は駒じゃない。そんな熱いことを言ってあなたを本気にさせた男ですら金の力でどうとでもなってきてしまう。やっぱり金なんですよ、桐生さん。金より信頼できるものも金より役に立つものもない。いい加減分かったでしょ、山野井。それをそいつに渡しちゃダメだ。あんた、俺に言ってただろ。カムロ町はマネーゲームの舞台にさせないって、あの言葉は嘘だったのか。なんとか言え、山野井。何を言っても無駄ですよ。こっちはカムロ町を手に入れるので忙しいんです。邪魔しないでもらえますかね。おい。山野井さん。桐生君、君みたいな分からず屋は体に叩き込まれないと分からんみたいだな。
こいつらは私が金で集めた精鋭だ。どうだい、金を出すだけで圧倒的な力が簡単に手に入れられるんだよ。さあ、金の力にひれ伏して死ぬがいい、キリュウカズマ。ほら。キリュウさん。お、なかなかやるじゃないか。さすがだよ、キリュウ君。机ぶっ壊れてる。だがもう遅い。ほら、山の井。残りの書類をこっちに渡せ。お前の顔なんて、もう二度と見たくないと思っていたが、まさかこんな形で再会するとはね。しかし、これでカムロ町が私のものになる。この町を転がせば、また何十億、何百億という金が私の元に入ってくるだろう。人生ってのは楽しいな、山の井。それは、どうかな。まあ、ダメだろ。チャカ、この時を待っていたよ。土地の権利書を渡すとでも言わないと、お前に近づくとそれできなかったからな。山の井、お前私をはめたのか。私は元共同経営者として、お前をこのまま野放しにしておくわけにはいかない。チャカはダメだって。私はこの街が好きだ。だからお前をここで葬る。金で買えないものもある。例えば、命とかな。それを今、ここで証明してやるよ。あ、待て。話せばわかる。金なんでいくらでもやる。だから、金で買えないって言ってんだろ、今。だから言ってるだろ。金じゃ動かない人間もいるんだ。じゃあ、自首しよう。私がやってきたすべての悪行に責任を持つ。なあ、これでいいだろ。もうお前のことは信用できない。これで終わりにしよう。やめてくれ。最後だ。そうだ、ダメだよ、お前。お前、撃っちゃ。この一線はこいつはならん。でも結局これじゃあ金融王でやっていることが同じになっちゃいますよ。それに、純粋にこの街を思っているあなたの手を汚させるわけにはいきません。はい、一体。隠していてすみません。私、実は刑事なんです。え？なんだと？カムロ町全体を巻き込んでいる卑劣なマネーゲーム。その黒幕を探すために山の井さんのところで潜入捜査をしていたんです。え？マジ？あそこにいれば、きっといつかは黒幕の元にたどり着けるんじゃないかと。そんな潜入調査ある？ここにいた方が黒幕に近づくのに一番手っ取り早いってこと？すごいね。めちゃめちゃ優秀だったんだ。この一連のマネーゲームと暴力を伴う強引な手口の被害の声が多数寄せられていたんです。あまり公に動くこと、きっと黒幕は手下連中を切り捨てて自分は逃げてしまう。だから極秘裏に捜査を進めていたんです。なるほどな。しかし納得だ。道理で優秀だと思ったよ。これからこの建物に一斉捜索を行います。きっと金融王の犯してきた悪事の証拠が出てくるでしょう。だから、殺さなくても大丈夫。きっちり罪を償ってもらえますか。そんな、あなたは終わりです、金融王さん。畜生、ここまで来て。社長、今まで黙っててごめんなさい。そしてありがとうございました。あなたのおかげです。女は役者だな。まんまと騙されたぜ。さあ、これから私たちには、悪い連中がいなくなったの後のカムロ町をより、良い町に戻す作業が残ってます。帰りましょう、山の井さん、社長。あ、山の井さん。帰ろう。あ、そうなるよな。認め、私は認めんぞ。貴様らも、警察も、全員殺して、そして全てを奪っている。そうすれば私はビリオネアのままだ。おかしくなっちゃった。もうダメだな、こいつは。二人とも下がっている。なんだお前、こっちは銃を持っているんだぞ。俺をそんなおもちゃで止められると思ってんだったら、とんだ見込み違いだっけ。いい。ひらめた。お？なんだ？え？何？普通に捕まってった。え、何だったんだじゃあ。殺人未遂、公務執行妨害、そしてビリオネアルームに隠されていた数々の悪行の証拠で金融は無事逮捕できました。これで全てが終わったんですね。どうした浮かない顔して。やはり彼もかつては私と志を共にした仲間だった男ですから。私があの時もっと彼をしっかり止めていればこんな事態になることも防げたかもしれない。彼を救えたかもしれない。そう思うとやりきれなくてね、怖いものですね。金って。金は人を変える力を持ってる。確かにな、おかしくなっちゃうかもしれないな。ある日突然金が舞い込んだら。金に人を変える力があるというなら、金で人をいい方向に変えることもできるはずだ。まあそうだね。それもある。結局は使う人次第なのかもしれない。世の中や街の連中の暮らしがいい方向に向かうように金の使い方を考える。そ
それが金持ちに任された使命じゃないかと俺は思うぜ。金持ちってのは責任があるってことは、力を持つ者は責任を伴うからな。我々も今の金をどう使っていくか考えていかなければなりませんね。この町や、この町の人々がもっと輝けるように。そうだな。藤木金融を逮捕できました。ありがとうございました。彼の手下だった他のビリオネアたちに関しては、彼に利用され指示されていたものが大半だったので、軽い処分のみで済みそうです。ただこの町を、このカムロ町を元の状態に戻すには彼らの力は不可欠だと思います。なので彼らは逮捕せず、このまま事務所で働いてもらう形にしました。あそこなら常に私の報告観察官におつくこともできますしね。みんな反省してるみたいですから。これくらい大切なのはこれからです。でももしかしたらこの町が元気になったら、また第2、第3の金融王が出てくるかもしれませんね。そうですね。時代が変わってもお金に人は見せられていく。それは変わらないのかもしれません。でもきっと大丈夫ですよ、カムロ町は。だって、桐生社長がいますから。買いかぶりすぎだ。俺だっていつこの町から離れるかわからないぜ。そうですけど、でもなんだかんだでずっとカムロ町にいる気がするんですよね。それは刑事の勘ってやつか。私はビリオネたちの監視とカムロ町を見張る必要があるので、これからも引き続き事務所に残りたいんですが、いいですか、はい、これからもよろしくお願いしますね、マリナさん。さあ、みんなが待っています。帰りましょうか。我々の事務所に。あ、伝説スタイル。道島の竜を習得した。あはははははは。ああ、あまりこういうのは慣れていないんだから。まあまあ、みんな桐生さんの言葉を待っていますよ。うん、ちょうど席が埋まったな。カムロ町は金融から取り戻したが、大切なのはこれからだ。俺たちには荒れてしまったカムロ町を元の状態に復旧し、さらにいい町にしていくとも作業が残っている。俺も山野井さんと同じこの町が好きだ。この町をもっといい町にしたいと思っている。今の俺たちには幸いそれを実現できるだけの物件と金がある。だからみんな力を貸してほしい。はい、朝からご予約のお客さんがいるんです。ご案内しますね。偉い人なんてみんなにも整えてください。ここを任されている桐生です。本日はどのようなご用件で。社長になったな、立派な。いい話だった。